お願いします。あ、では料理の説明をお願いします。今回のこのコンセプトでは、このお弁当をします。では料理の説明をお願いします。今回のこのコンセプトは、お疲れ様です。自分の大切な人に作るお弁当でした。やっぱり自分の大切な家族に向けて作りました。子供と、奥さんですね。で、子供の好きな、オムライスと、ハンバーグと唐揚げを入れて、あと奥さんの好きな、エビフライと、こっちにあるのがエビクリームコロッケですね。大好きなお母さんとおばあちゃんです。お母さんとおばあちゃんに向けて作ったお弁当、はい、アスパラベーコン巻きましたか。小さい頃、まあ、幼稚園の頃からやっぱお母さんとかおばあちゃんが作ってくれたご飯をイメージし、うちの子供が、ま、子供に向けた、はい、子供に向けたお弁当です。あの白ご飯が苦手なので、3つ味を変えて飽きないように工夫しました。で、このハートの卵焼きは何でしょうか。ハート真ん中、息子娘にパパが出てきてませんけど、言葉にパパ、パパ、そうやね、パパは頭になかったです。別に作ります。パパはもうおにぎりメインじゃないんで、あ、肉メインのがっつりなんで。じゃあ旦那に作ります。おお、まあテーマはですね、大事な自分の大切な人に届けるお弁当というテーマで、遠山さんは自分の旦那と、旦那に届けるお弁当ということで作ってくれました。じゃあその内容は、なぜそういった内容にしたのか、ちょっと説明をお願いします。本人の好きなものを詰めました。ハンバーグと、うん、とんかつが好きなので、ハンバーグととんかつが好きなので、とんかつ、唐揚げも大好き。おお、揚げ物大好きですね。あと、まあ肉肉しいので、うん、と野菜をちょこちょこ、春を感じられるような野菜を詰めてみました。いいですね。旦那さんをこれを持って帰ったらどんな反応すると思いますか。いや、大喜びで変なダンスを踊ると思います。変なダンス、変なダンス、喜びの舞喜びの舞そんなプライベート事情言うていいんですか。はい、今回なっちゃんがこれ大切な人っていうのは誰をイメージして作りましたか。家族に向けて作りました。家族、はい、家族とは具体的に誰ですか。今の時期コロナとかいろいろあるんで、うん、困っているお母さん方を助けたいっていう思いで、おー、作らせていただきます。自分のお母さんをイメージしたってことですね。はい。じゃあ自分のお母さんはこれを食べてどういうふうに喜んでもらえたらなって思いますか。どういうふうに、お母さんの好きなものが入ってるんですか。生野さんって誰に向けて作ったんですか。生まれてこの方6年5年4年と一緒に住んでる甥っ子と姪っ子ですね。甥っ子と姪っ子に向けて作ったお弁当。はい。甥っ子と姪っ子に、気分によって食べたり食べなかったりするので、彼らがよく食べている親が作った分で食べているものをとりあえず作ってみました。おにぎり、デュクセルを使った、これですね、どれでしょう。これですね、ライスコロッケ。ライスコロッケ、はい。おにぎりをよく食べるので、うんうんうん、とりあえず混ぜご飯にして、それをまたコロッケにしてみたら、ちょっと彼らも食って食べてくれるかなと思います。